た来た来た来た。キツネが来た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 。地下鉄。すげえ技を披露。どうもー。来ました。はい、どうも。こんばんちは。プリズム文太です。どうも。今日はですね、なんと僕はあの3年間沖縄に住んでたことがあるんですけどね、そこであのブライダルハウス、写真のね写真館で、修行してたことがあって、そこで大変お世話になった先輩が、なんとですね昨日から北九州にあの遊びに来てくださってたんでご紹介したいと思います。江本さんです。どうもどうも、江畑さんです。どうも江畑です。名前のハンター江畑と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶりですね。あの Facebook とかで結構見てるから、ありがとうございます。久々かもないんやけど、会ってんのは久々です。そうですよね、はい、ではちょっと江畑さんの、まあ、知れない人も僕はもうめちゃくちゃ知ってますけど、いろいろ全部脱いだ状態も全部何もかも分かりますけど江畑さんのちょっと自己紹介を簡単にしていただければと思います。はい、すみません、はいはい、私江畑幸典といいます。スマイルハンターという屋号で今やらせていただいております。そうですね、今は基本的には営業写真系の撮影が一番多いです。まあ、ブライダルから成人服装で、まあ、いわゆる企業さんの撮影とかもさせていただいてますし、まあ、いろんな感じですね。たまに商品撮影とかもしますけども、今京都の町屋でスタジオをやっている関係で、京都売りな感じで、もうぜひじゃあ京都皆さん、はい、行かれた際にはスマイルハンターを、まあ、どっかからハンターされてると思いますけどね狙われてると思いますけど、ぜひね、町屋、まあ、はい、ここにじゃあアドレスこの辺、まあ、この辺かどっかに貼りますんでね、はい、アドレスリンクを貼りますんで、ぜひね、そちらの方も見ていただければと思います。専門学校の講師もやっております。おっと、はい、大阪のビジュアルアーツ専門学校の写真学科の、まあ、非常勤の講師ですけど、そちらの方もやっております。基本的に写真のテクニックです。フォトテクニックというやつと、あとブライダル関係の授業は私がやってるという形で、いや、はい、それ本当昨日それこそもう明け方ぐらいなんですけど、朝の5時ぐらいまで5時ぐらいまでトークをして、で眠い眠いでも半分寝てるんですよ、お互い半分寝てました。専門学校の話を聞いたんですけど、もう絶対に確実に覚えてた方がいいです、ね、理解してた方が役に立つということをしっかり、結構ね、私教え方うまいみたいです。おっと、これ自画自賛ですよ。自画自賛。自画自賛。名字を自画自にしようか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 。自画自賛。自画自賛。いいですね。まあこういう感じですよね。はい。で、まあ僕とのつながりっていうのは、千代田ブライダルハウスという、はい、元が師匠。そうですね。僕らの門下生で。そうなんですよ、はい、もう一緒にここでもう一緒に青春しました。青春しました。本当に、ね、同じ釜の飯を食った。そうですね、言葉が一番適してるかなというぐらい、非常に、まあ、一緒に仕事したのは正味1年ちょっとぐらいですね、はい、1年ぐらいやったんやけど、中身がかなり濃かったので。濃かったですよね。いや、本当ちょうどいいタイミングというか、うちょうどだ、彼の前にね、埼玉の林洋平という、そうですね、今では超有名人になっちゃいましたけど、はい、それとちょうど入れ替えて、そうです入れ替わりできて、ちょうどその時若干やっぱ洋平とも被ってたし、そうですね、で、うん、そこで、まあ、お世話になって、だからもう僕自身本当たった1年というか、まあ、本当1年の中で結構いろいろなですよね、はい、まあ、もちろん後輩も入ってきたし、入ってきたしね、はい、あれ非常に熱くて濃い期間やったかな。ですね、はい、いや本当でもそのご縁で、まあ、こうして遊びに来ていただいたりとか、でも本当に同じ門下生として盛り上がりますよね、話も盛り上がるんすよ、だから朝の5時までって、そう、本当にいつね、本当お眠いんだっつって本当に、ね、いや本当、はい、いや、まあちょっとそうなんですけど、まあ、江畑さんの これから の流れというか、まあ、こんな感じにしていきたいなみたいなのがもしあったら。そうですね、まあ、基本的に写真を通じて私は人に喜んでいただくスマイルハンターですよね、はい、というのが、好きな、人間なのかな、うん、
というところがありますので、まあ、いろんな、立ち位置は別に僕こだわってないんですけど、いろんな立ち位置あるかもしれないですけども、その人その人お客さんを喜ばしていくと、喜んでいただくということをベースに、今後やっていきたいかなという形で考えております。はい、まあ、僕の付けも今後も続くと思いますので、はい、あ、よろしくお願いします。いや、今日本当はちょっと短時間でありがとうございました。どうもありがとうございました。エヴァさんのちょっと写真をね、ちょっと簡単に写真撮っていただきます、撮ろうかなと思いますんでねまたそちらも後に後半にアップしたいなと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあエヴァさんをですね、ちょっと撮られます、はい、撮ろうと思います、はい、もうもっと見てたら、まあ、エヴァさんの、まあ、裸が上手に見えるね、いらない、それは。まあ、皆さん、いい感じのスタジオですね。ちゃんとソロボ系でやってはります。はい。まあ、メンタル技術はしっかりしてるので、いい写真を撮ってくれるものを期待しております。今回、ポカリスエットの CM に抜擢されたっていう、ね、手で行こうと思います。本当にかかってもらってですね。はい。で、足映んないんですけど、右足もこう、こうクロスしてもらって、あ、いい、いいね、寄りかかりが。勘弁してよ、本当に。すごい。で、ジャケットをこう、買いに来て、で、ここに姿見があるって、このジャケットいいやん。店員もいいやん、これ。合わせるかな、合わせんかな、これ。はい。OK。OK です。ありがとうございます。OK です。今回も、撮っていただきました、OK です。いやー、無事に、無事に撮影も終わりました。はい、いや、ありがとうございます。それ、私プロフィール、前回、前々回も、ケンタロウ定期的に撮っていただいて、そうですね、Facebook に使ってもらって、使ってる写真は、ケンタロウが撮った白い方が、ニコンとしてるおっさんの写真は、ちょっともう、エロさを超えた、エロさを超越した顔をしてますんで、ぜひ、あれが、あの写真がね、変えれない、良すぎて、なんか、本当いいですよね、あれはお気に入り、超気に入り。この YouTube、僕のプリズムボックスチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いしますよ。お願いします。よろしくお願いします。あ、で、エヴァスさんも、そう、エヴァスさんも、あれ、確かに YouTube しようかなって今正直思ってます。またでも決まったらじゃあ、ご連絡してください。いやいや、本当ありがとうございました、今日は。いえいえ。なんかこんな感じのあれですね、情熱大陸風なのとかもこうやりたいんですよ。ですね。あー。すごいでしょ。こんな感じの、おしゃれですね。こういう面構えです、今。おい、安心だよ。そこカットしますよね。はい、では今から新幹線乗って帰ります。はい、今から小倉に行きます。文字公園、ね、文字公園ですか。文字公園でございます。はい、今から小倉に向かって新幹線、広島に参ります。じゃあ、ありがとうございました。今のとこもカットで。ではでは、ありがとうございます。じゃあ気をつけて。